こんにちは。こんにちはの時間帯。いや、おはようだよ。おはよう。おはよう。ハットかわいい、ありがとう。おはー。おはよう。もうぐっすり寝ました。カーネーションありがとう。前髪がめちゃくちゃ伸びて、困ってます。寝起き良さそう。お風呂入りました。お風呂入ったんですよ。だから今スキンケアしたばっかりだから、なんか肌がすごいもういっぱい塗ってひとひとです。ありがとう、とありがとう。今日はね、愛媛、7周年ツアー愛媛ということで、そう、お風呂入ったよ。なんかまだ髪も若干、朝ごはん食べた、まだ食べてなくって。そうなんですよ。いやね、基本ね、素泊まりで泊まるのでね、あの、私はもうね、なんかホテルの朝食とかは気にしてなくって、なんか一回普通にご飯食べに行ったら素泊まりプランですよって言われたことがあって、恥ずかしくてね、もうそれ以来ね、あの、朝ごはんは食べに行きません。自分で食べる。でもね、コンビニに行ってヨーグルトと、あとね、これをね紹介したい、ラクレン牛乳。このコーヒー牛乳はあんま見ないんだけど、そう、これね、あの、これ愛媛なんかな、あの、愛媛だと思う。四国乳業。可愛くないこのパッケージ、コーヒー。あのさ、これの牛乳バージョン、赤と青のやつがあるんだけど、ここがこのウニャウニャンってとこ、赤と青のやつがあるんだけど、これがね、給食の時に出とったんよ。いつもいつもこれだった。小学校も中学校もこれ買いました。コーヒー牛乳の方、全然出てこん。牛乳パックだったのって、瓶世代、え、パックだったよ。これだった、これの赤青バージョンだったよ。うん、ちょっとコーヒー牛乳が飲みたので、こっちね、いただきます。うまっ。じゃじゃーん、ラクレン見たことない。これ四国に売ってるのかな、わかんないや。でも私愛媛はちょっとこれでした。ラクレン、懐かしい愛媛だね。これ愛媛だけなのかな、どうなんですか、他の四国勢の方いらっしゃるかな。ありがとう、カーネーションハートだるま。香川もあるだって。これはね、東温市っていう愛媛県の東温市で作られてます。今日は雨降ってますらしいね。なんかそうらしいねって、なんかアイドルズの舞台で言ったセリフだな。らしいね。あ、ほんとや、降っとる。あ、
やまないんですかね。やまないの。雨が上がった瞬間が好きなんだ。空の悲しみ全てを絞ったようで、チュ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 バン。あのいい歌詞だよね。一期生の。ありがとう。なんかイントネーションが違う違うみたいな。何？ありがとう。うまい。愛媛、気をつけてきてくださいね。そしてこの配信を見ている今日、愛媛には行かないよって人、来てください。今からでも遅くない。愛媛に来てください。これから向かう、まだ間に合う。今この配信を見ててまだ家にいる人、はい、来てください。当日当日券、当日券で。じゃあ、ありがとう。気持ちは向かってます。なるほど、気持ちがね見えてきました。行きたいけど帰れない。そうだよね。だってさ、夜公演だから終わるのが遅いんだよね。止まんないといけないもんね。あ、私そう今日出迎えにいます。行けたら行く。え、すごいじゃん。行けたら行くの人がいる。なんじゃ、行けたら行くってでもあんま行かない人が言うセリフじゃない？なんか誘われて、あ、行けたら行くわって。あ、そういう人来なくない？本当に来るの？何パーセントで行くのか教えてほしい。今日日曜日ですよ。お腹が空いてきました。遠いところは昼公演も入れてほしいね。まあね、今日は夜だけってことで、うん、ありがとう。母の日なので、今日そうだよ、全国のお母さん、母の日です。お母さん、いつもお疲れ様。全国のお母さん、ありがとうですね。
けどそうね、配信もないけんね。泊まるとこあるかな。あるよ知らんけどあるよ。コンサート後はご実家に帰る。もう中村ね、帰りたいんですけどね、帰れないんです。そうなんですよ、ちょっともうしばらく愛媛に帰れ、愛媛っていうか実家には帰れてなくて。どこ、ありがとう。まあね、やばい、前髪切りたい。これくらいにして。なんかね、今日朝起きてだから、なんかハッシュタグカメコ STU 見てたの。ちょっとめっちゃいいやんと思って。しかも昨日は結構ユニットってかシングルブロックいっぱい出てて、そう、あの日から僕は変わったとかやったり、あとは千穂ちゃんと一緒に短日植物やったりとか、あとは四国の曲も結構あって、海の色を知っているかとか、あとガラス瓶もやったし、夢ガラス、そう、結構いっぱい出てて。そうなんですよ、長久の短日植物最高。なんかね、何気に初で、そう、いやね、嬉しかったです。小豆島へ行こう、小豆島へ行こうも披露しました。あの配信が多分入ってなかったからさ、来てない人たちはさ、どんな曲か分かんないからさ、まだ、まあ、来てた人もさ、まだ2回昼と夜で2回だけだから、多分あれどんな曲だったっけってなってるかな小豆島へ行こう、なんか小豆島へ行こうっていうさ、タイトルだけ聞くとさ、なんかこう、なんて言うんですかね、こうゆっくりした穏やかな感じの曲調が来るのかなって私はイメージしてたんですけど、そんなこと全然なくって、もっとなんかもうなんて言うんですかねあの激しいわけではないんですけど、ちょっと楽しい感じの、うん、曲調って感じです。なんか楽しくなっちゃう感じの曲調、うん、激しいとかじゃないんだけど、なんかね、ダンスも結構コミカルな感じがする私的にはなんで、まあちょっと今日はどうでしょうね、披露するか分かんないですけど、まあね、昨日香川県ということでね、初めて披露させていただきました。ありがとうございます。NMB さんみたいな曲だった。いやな、振り付けの方がね、日下好美さんなんですよ、元 NMB の。そう、いやね、ポニーテールをほどいた君を見たと同じ振り付け師の方なんですけど、結構ね、振りがね、キャッチーっていうか、そう、シュールな感じなの。めっちゃ好き、はい、ちょっと楽しみにまた待っててくださいね。ちょっと配信がなかったのでね、みんな今来てない人たちは想像の小豆島へ行こうになってると思うんですけど、
アルバムに入ります。15分経過しました。今日は配信は今何時だ、10時、うそ間違えた、く、うん、あ、え、10時10時10時40何分かまでしたいと思います。全然決めてない。10時40何分かまでにし終わります。そう、今日は夜は配信ができないので、はい、って言いながら私昨日もさ、いやちょっと配信できないのでって言ってやったんですけど、ちょっとね、あの予定ではできない予定なので、昨日も10分ぐらい、嘘、9分ぐらいまで来た。愛媛向かってます。なんかみんな今愛媛向かってるみたい、嬉しい。移動するからできるの、そう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 、そうなのよ。飲みありがとう。愛媛いるけど、もうなんか、ね、昨日はうどんがケータリングで来てて、今日は何か愛媛っぽいもの来るかな。ケータリング、ケータリング頼み。鯛めしは結構むずいよ。鯛めし来たらすごいよ。卵はじゃありがとう。なんか宇和島鯛めしはやっぱ生ものなんで、生の鯛のお刺身が乗ってて生ものなんで、何ですかね、こう時間が経つと危なくなるから、卵もあるし、だからあまりなんか結構持ってくるのは難しいと思うんですよ。沖前公園の時もね、違う、沖前公園でなんかね、生のそう鯛のね、そう、あの宇和島風鯛めしを食べたんですけど、それなんかお弁当で来たんですよ。でもなんか本当はなんか事前に言われてて、アンケートみたいな、アンケートじゃないけど、なんか何が食べたいか、鯛めしが絶対食べたいって言ったら、なんかその会場入ってしたら、鯛めしって炊き込みの鯛めしで合ってるみたいな言われて、で違いますって沖ちゃんって言って、生の鯛の刺身が乗ったあの宇和島風鯛めしが食べたいんですって言って、ってでも生ものだから難しいよってなって、そうで、リハーサルが終わる時間は何時ですって言って、じゃあ何時に届けるようにするねって、そう時間指定もちゃんとそうそう、なんかあのぴったりに届けてくれて食べれたんですよ。そう、沖前公園でもしかも2人だったから多分できたんですよね。いやね、そう、ウーバー鯛めしあるのかな。ありがとう。
公演前に生ものはリスクあるよね。当たりますか？そうなの？当たるのかな？大丈夫です、私は大体外れます。なんかあんまり当たったことありません。鯛めしのタレで我慢しよう。え、言っとくけど鯛めしのタレと米がうまいんだよ。もう鯛めしのタレと米だけでいけるんだよ。鯛はいるけどなくてもいけるぐらいもうタレがうまいよ。ありゃ、ありがとうございます。生ガキは食べるなってマネージャーさんが誰かから言われてた。え、待って、なんかさ STU 一回さ牡蠣禁止令みたいなんでたんだけどさ、でも今はそれはないと思うんだけど、なんか牡蠣当たる？私当たりは運があるのないの？運がない方？ある方？なんか当たりだけ聞くと運があるみたいだけど。え、牡蠣はね気をつけないとね。美味しさには代償がある。大きすぎるな。今まで私焼き牡蠣までしか食べたことない。牡蠣フライもあるけど、焼き牡蠣か牡蠣フライしかない。ありがとう。牡蠣醤油が無難。牡蠣醤油美味しいよ。牡蠣醤油は本当に美味しいので、皆さんぜひ広島でご購入ください。美味しい本当に。なんだっけ、カーネーションだっけこれ。え、なんだったっけ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。まだ時間大丈夫？チューチューゼリー食べたよ。あ、今日も多分あるはず。チューチューゼリー、四国のメンバーが、あの勝手に四国観光大使のメンバーがパッケージ一人一人書いて、そうデザインしたやつなんですけど、ぜひゲットしてください。39、ありがとう。カラマンダリン、私がそうカラマンダリン書きました。
勝手に外さないよね。ねえ、でもユニット名勝手に四国観光大使なんですけどね、四国観光大使やってます、勝手に四国観光大使ですみたいな感じですよね。ちょっと私もなんて言ったらいいかわかんないです。公認？ねえ、ぜひチューチューゼリーゲットしてください。前髪邪魔そう、本当に邪魔なんですよ。もうでもね、本番はねこう巻くんですよ若干、だからこうはならないんですけど。そうなの、なんか何もしてなかったらさ前髪が目にかかるから、こうまあもう分けるの似合わんのよ私。なんか眉毛あんま出したくなくてですね、眉毛結構しっかりあるんです。これ書いてないけどめっちゃしっかりあるくない？書いてなくて眉毛がめっちゃあるんですよ。前髪を分けてもなんか和な感じする。リリシー眉毛、そうちゃんとあるの、しっかり生えてます。本当はパッツンにしたいんだけどね、ちょっと自分で切るのは危ないんで曲がるんで前髪がガタガタになっちゃうんで。はい、ハートありがとう。なんでちょっと今は前髪が伸びっぱです。姉級そこでひーちゃんですよ。え、ひーちゃんってさ髪も切れちゃうの？そうなの。なんかさ髪の毛のアレンジとかはさ結構やってるの見たことあるけど、美容師免許持ってる。え、そうなの？免許あるの？免許？切ってほしいけど、でもなんかひーちゃん美容室ひーちゃんに合わない気がするよね、あんまり。次会うとしたら広島とかかな、来週の。でも強いね、持ってるの。そう、3期生は前座、そう出てるんですけど、人数は5人とか4人とかで出てて、で広島は全員います、ライブで。なのでひーちゃんってね、浜田響ちゃん3期生3期研究生の子です。すごい美容師免許持ってるの。ね40ね、ピッポピッポ48分になったら、あ48分で終わろう、あ48で終わるわ。じゃあありがとう、ギフトありがとうございます。48
楽しみましょう、愛媛。もうお昼になっちゃう。まだ眠いか？いや、なんか寝ようと思えば全然寝れるけど。目は覚めました。マジで本当にぐっすり寝た。めっちゃ夢見た。で、目夢見たらあんまぐっすり寝てないんかいね、分からんけど。なんかしかもなんかもう本当に長い長いロング映画2本ぐらい見た。あの前編後編分かれるぐらいの長い映画をあの夢でいっぱい見た。何してたのって夢でね、なんかね、家をね改造すんの、夢の中で。なんかリフォームするの。そしたらめっちゃお城みたいな家になるの、急に。もう本当にあの元々の家も生かされた、でもお城みたいな豪邸になって。そしたらなんかあのどんどん貴族とかが押しかけてくるの、訪問してくるの。なんかでなんかすごいあのごきげんようみたいな暮らしになって夢の中でね、めっちゃ楽しい夢だったよ。どうもごきげんようみたいな感じで、みんながね挨拶に来てくれるみたいな。そうそうそう。あああどうもあどうもどうもどうも。ソラハちゃん、そう、ソラハちゃんです。ソラハノースリーブ？いや、ノースリーブなん。え、本当だ。今日リハーサルもありますからね。昨日はね、ノースリーブだったんだけどね。あ、昨日もノースリーブだったんだけどねなんかね、緑のノースリーブ着てて、香川だからねとかって言ってて、色合わせてきたんですよ。え、今日オレンジじゃないの？オレンジじゃない。オレンジに、ね、注文してるの。あ、注文してるんだ。夏に向けてね、ちょっとやっぱ3着ぐらい追加で買った。ガチじゃん。楽しみにしとくわ。すごいです。ノースリーブ着ます。あ、な、48分だった。48、ちょっと誕生日まーす。ピロミンさん、パオさん、キューちゃんさん、マサさん、シーサーさん、福太郎さん、おっさんずさむさん、くまねパパさん、ミッキーさん、カンテさん、まあ豆太郎大きなさんかな、え、合ってるのかな、ごめんね、読み方が合ってたかな福ちゃん丸さん、トールさん、ありがとうございます。ということで皆さん、配信見てくださってありがとうございました。良き日曜日を過ごしましょう私はライブに行ってまいります。それでは皆さん、行ってきます。行ってらっしゃい。ありがとうございました。今日はちょっと夜配信はないので多分ないと思うので、じゃあね、またね、行ってきます。ありがとうございました。バイバイ。まだね。